って待って、くるみの体力が、お、新しい技キュアコード、あ、これ回復、まだ必要な、必要よ、初めての頑固コード強がるな。よし、それじゃあ出発していくか。はい、決定。よし、それじゃあとりあえず戻った顔をねちゃんと確認しに行きますか。お、いたいたいた。この顔がなくなっても喧嘩しうるっていうのがね遠目で見たら全く顔ってわからんねえけど、まあ、くっついても顔ってわかりにくいけどね。お、でも目が開いたぞ。戻っちゃった。戻ってはいけなかったかのような。戻ってほしくなかったんかな、実は。ちょっと聞いてるの？うるさいなぁ。また目がいたんに悩まされるのか。ああ、怪物に戻りたいよ。おっと、でもお礼はしないとね。怪物に戻りたい。ゲット、隣のの宝石 C をゲット。宝石はこれで揃った？揃ったんかな？今何個持ったんやっけ？いける？これはいけるようになったんじゃないか。ほら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 、びっくりマーク出たし。いけるね。行き止まりか。壁に穴が4つ開いてるけど。あ、さっきもらった宝石。はい、来たー。宝石がはまった。さあ、これで乗り込んでいくぜ。やったー。先に進みましょう。はい、これで。ここが一番奥かな。行くか。ゴーゴー。私もそう思う。何が？何が？町の人の顔全部取り返したね。あとは魔人売買金の顔だけだ。随分奥まで来たけど、魔人の顔まだかな。この近くにあるぞよ。またピラミッドパワーがそう告げておる。ピラミッドパワー、大魔王もいるぞよ。いるのか。その後普通に歩き出すのがいいね。あの時のリミちゃんはもうリミちゃんに戻ってるということか。お、来た。大魔王。うははは、またお前か。力を封じてやったというのに、本当にしぶといやつだな。めっちゃ怒っとる。ふん。いでよ、いにしえの王の仮面よ。これに、これに魔人の顔が、ヒャッホー？こいつは我が最強の部下の一人だ。健闘を祈る。うははは。これはさ、あれなんかな？めっちゃいい笑顔やね。大魔王アスムは東の方に飛び去った。これは誰の顔がくっつこうが、モンスター側の力は変わらんってことなんかな？もう来たよ。ファラオバイバイキン。いいね。なんかいいね、名前。よし、戦っていくか。ほい。軽い。お、新しい技。メガファイヤー。いけー。やっぱね、新しい技はこういうね、ボスキャラ的なところで使わんとね。あお前かー。視界に入ってるでしょうよ。あー、そっか、ファラオや。これファラオのやつや。私ファラオ、ちょっと待って、私ファラオじゃね、ああお納めください。あーいや、ダメだダメだダメだ、回復してよ。ちょくるみん、安全地帯に入って。そっか、ここは安全地帯大活躍のところやね。よし、行くんだ。甘いささやき。お、ガードが甘くなったよ。軽やかにかわしいね。遅いよ。そして今度は自分が回復。あ、みんなきっちり回復していくね。そうなよ、これちょっと思ったのがさ、お、戻った戻った。このメンバーね、職業的に回復役おらんよねっていうのめっちゃ思ったよね。職業選ぶとき全然意識してなかったんやけど、いや、そこ意識しない。ああ、私ファラオ、ちょ待って、
次リミちゃん、あのみんなの確実にね、確実になんかなんていうの、意識を持ってかれとる系のあの顔好き可愛くない？今めっちゃ猫目やったよね。よし、しかしあっという間に回復するから、はい、次はリミちゃん出てくるんだ。結構あれやな、攻撃力足りてないんかな、大丈夫か、なんかめっちゃ、あー、ちょっと待って待って、クルミの体力が、お、新しい技キュアコード、あ、これ回復、まだ必要な、必要よ、初めての頑固コード強がるな、ここでその頑固いらない、あ、なるほどね、今回復薬おらんって言ったところやのに、ふりかけは受け入れるのか、おいどういうことや、私の助けはいらんとそういうことか、お、発火薬、発火薬使ってあれやもんね、納得いかない、わかる、それはわかるよ、パワーアップしてのあのダメージはちょっとね少なすぎるよね、てかリミちゃん強リミちゃんの魔法強、一応科学者が回復薬になるんか、キュアコード確実に回復よね、あれ、お、いいぞいいぞ、メガファイヤー、おお、来たー、やったね、よし、これで全員の顔が元に戻ったんじゃなかろうか、ヒャッホー、リミネたちの勝利、楽勝だった、楽勝ではなかったけどねお、特上王家のスープ激レアゲット、ヒヒハハ、いや、まあ疲れるよね、お、シャッターチャンスは逃さない、私旅する写真家具志堅です、撮ったばかりのこの写真お売りしましょうか、私ファラオ、そこ顔お買い上げありがとうございます、しかも具志堅さん似てるよし、これでやっと全員の顔が元に戻ったよ、はい、ミラさんとリミちゃん。暇だ、お、イメチェン、イメチェン来ます、ムキムキだな。超絶ムキムキだな。どんな感じになってくるかな。お待たせ。うわー、でも、なんかあの、体型的に合ってる。なんかムキムキの体の女の人ってこんな感じになりそうやん。いい。普通にいいよ。お、好き。プロレスラーみたい。二人は身代わりを覚えた。相手をかばって代わりにダメージを受ける。君のためなら痛くないよ。まあ、でもプロレスラー最近可愛い女の人も普通におるけどね。ん？何？また？昨日はあんまり眠れなかった。なんで？ミラの寝言がうるさくて。え、本当？ごめんね。みんな気づいてってずっと言ってたよ。恥ずかしい。え、ていうかそんな寝言怖いんやけど。なんかたまにさ、あの何、学校行事とかでそういう泊まる時とかってさ、めっちゃ意味深な寝言言う子おることない？あれ怖いよね。どうしたみたいな。お、クルボンが掃除している、応援する、手伝え私前友達がさ、なんか泊まった時にめっちゃ逃げなきゃって言って、超怖かったんやけど。お、結構気になる。二人は褒めるを覚えた。ほら、倒したよ。うん、すごいね。嬉しくて上機嫌になっちゃう。そして、まだ、あと一人。はい。あ、仲直りかな？ですね。クルボン。このちょっと真剣な雰囲気好きよ。ひどいことしてごめんね。またクルボンと仲良くしたい。私も。お、いいね、いいね。ありがとう、あゆな。ほう、これでムカムカが終わった。もう半分ぐらいはなくなっとったよね、ムカムカ。あゆなを許した。よし、これで、みんな、ね、また元の仲のいい状態に戻ったということで、一緒に食事をしていきますか。お任せで。
4人でいただきます。左の2人死んでる。はい、そして、あ、違う、何回食べるんだ。食べすぎ食べすぎ、もうほらお腹いっぱい残るし。はい、ゲームコーナーでルーレット。魔法石のステッキが欲しいです。これはあれよね、リミちゃんよね。さあ来い。あ、通り過ぎるな。これは HP バナナ1本かな。あーですよね。まあでもさっき結構大量に HP バナナを消費したけん、まあ回復的に大事。なんかこう、なかなか科学者のアミナが回復をしないみたいだから。ほい、それじゃあマッチョになってしまう。キャッツアイから、はい、マッチョー。あ、腹筋バッキバキ。腹筋バッキバキややばい。しかもヒゲやし、茶色でいこう。なんか可愛くない？髪の毛と同化する感じ。ほい、そしてレミちゃん、お、シルクのローブいいね。ちょっと神秘的な感じ。さあ、これで、あ、今の可愛かったな。この青いやついいな。これにする。可愛い。服によって微妙に色合いが違うのとかいいよね。はい、それじゃあ出発しましょうか。さあ、これで、あ、いいな。リミちゃんの服いいな。料理を食べさせて守備を10、プラス10以上にしよう。達成。さあ、これで、また町へ行って、はい、魔人の顔が元に戻りました。見に行きましょう。ほっ、これでもう全員助けられたということだね。はあ、ドヨンとなってる。まだまだみんなドヨンとなってる。はい、どうも。さあ、感謝したまえよ。私が戻してやったんだぞ。よし、いいね、いいね。キャッホー。さあ、お礼は？戻った、キャッホー。めっちゃ泣きよる。あなた様のおかげです。いやいや。しかし顔を奪うなんて大魔王はすむ恐ろしいやつ。それにしても今度のことで思い知りましたよ。大事なものを奪われる気持ちを。まあ、でも物と顔じゃ全然違うけどね。大変さ。俺もう他人のものを盗んだりしません。真面目に働いて罪滅ぼしします。頑張って。はい、お世話になりました。お達者で。奪われた顔を全て取り戻した。お礼は。ないんすか。お、明るくなったよみんな。あら、嫌だわ。ランプの魔人やら大魔王やら、次から次へと狙われちゃう。お金持ちって辛いわね。嫌みげな人だな。ヒャッホー。俺ん顔を奪うなんて、大魔王はすむは恐ろしいやつ。でももう安心。大魔王は東の方に飛んでいったから。東の方に次は向かうと。ちょっと聞いてるの？うるさいな。大魔王は東に向かったんだって。ああ、そうなの。あんたいつも他人事みたいに。俺にどうして欲しいんだよ。また喧嘩ばっかり。宝物庫は一体どこに。悩んでますね。お客さん、お父ちゃんが病気で大変なんです。ゲホゲホ、まあ、確かに顔色が悪そう。どうか MP 飴を、通常500ゴールドのところ大サービスだよ。MP 飴を498ゴールドで買ってください。買いません。残念。ムカつく顔しやがって。ちょいとあんた聞いてくれんか？ふんふん。ランプの魔人バイバイキンに大魔王は住む。この町も立て続けに災難に見舞われたが、今じゃすっかり平和なもんだ。わしは今日もここでのんびり、すずちゃんの踊りを楽しんどるよ。シャララン、シャララン。いいね。アイドルすずちゃん。シャララン。隣なの町にようこそ。今日も元気に踊りましょうよ。シャララン、シャララン。かわいいっすね。はい、ということで今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。
最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。